自分でできる方法、例えばある刺激を加えた、脳の情報を読んである刺激を加えた、あることをしたらそれがどういうふうに変化したか、それを各そのチェックしながら、さらにそのチェックした上で、さらにもう一つやってみて、さらにっていうふうにして、どん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 詰めていくんですよ。でいつもやってみたけどこうだった、やってみたけどこうだった、いつもだったって上がっていかないんですよ。それやった上で、その上でまたここがないんですよ。人にやってもらうとね、やってもらったけど、ああ、効かない、あんまり効かない、あんまりっていうことで、それでいかないんですよ。自分がやってみたらこんな変化があった、その変化って一体何だろう、その上でどうしたらいいのかというと、その次が来るわけですよ。この繰り返しで上に上がっていくわけね。それは効果だけじゃなくて、自分の気持ちですよ。気持ちがこのレベルで全然できなかったものが、自分で勉強して自分で少しできる、自分で脳の情報でどうしたらいいかということでやってみた、その結果人にやってもらうと、うん、効果なんかどうかな、本当に変化したかなっていう感じだけど、自分でやってみると良くなる、良くなるにはどうしたらいいかということで探したりして自分でやったわけですから、それは自分で探してやったもんだから、良くなって当たり前なんですよっていう形で読んだわけですから、だから良くなって当たり前で上に上がっちゃうんですよ。でその上で、じゃあ今どうなってるかというふうに読むと、前と似てるけどちょっと違う、でこの積み重ねでちょっと違う、ちょっと違うっていうのが脳に入ると、ちょっと良くなってる、ちょっと進んでる、これがホルモンを出すんですよ。本当に良くなるのは私が良くする、人が良くするっていう方じゃないんですよ。有名な先生に探して行って良くしてもらう、それはないんです。何十回行ったって最初の人、あんまり効果なかった、あ、今後効果なかった、今後効果なかった、スタートはいつも一人だ、上がれるんです。いや、どうかなと思って戻って、どうかなと思って戻って、いつも同じ場所でしょ。どんどん落ち込んでしまって余計に悪くなる。そうだよ、脳はそうなってるんです。そうなってしまう、そうなった人は抜け出すことはできないです、うん、そっから、ね、だから抜け出すには自分で這い上がってこないと、這い上がる方法は自分で良くするにはどうしたらいいかを学ばない限り、這い出すことはできないです。だから人の役に立つことをしたい、求めること